皆さんこんにちは。富士フィルムスクエア企画写真展中村武博海のギャラリートークを始めたいと思います。中村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の写真展ですが、海という大きなタイトルを、付けられたと思うんですが、そこに込めた思いっていうのはどんなものがあるのでしょうか。そうですね、海っていうとその水中の綺麗な情景だったりとか、あと南の南国のビーチの綺麗な風景とか、そういうものを思い浮かべる方が多いと思うんですけれども、私が撮ってる海っていうのは海中から海上とか、あと海の動物だったり磯や干潟とか、その普通の人がイメージをしないような海を撮っておりまして、まあ、今回そういうものを展示する中で、まあ、これが海っていうそういうものを主張したいとかそういうわけではないんですけれども、まあ、海っていうのはいろいろな環境があって、いろんな面白い生き物がいるっていうことを分かってもらいたいと思ってこういうタイトルにしました。多くの写真家の方がこれまで水中を撮られてきたと思うんですが、中村さんの個性というか視点っていうのはどこにあるとご自身は感じてらっしゃいますか。海を撮っている写真家の方々って皆さん水中写真家を名乗ってらっしゃるんですね。僕は海洋写真家を名乗ってまして、その海中にとどまらず海上とか海の動物とか、まあ、海に関わるいろんなものを撮ってきていまして、やっぱりその何というか、多分その水中を撮る人たちっていうのは多分水中その潜って水中写真を撮るっていうところでスイッチを入れて撮影に行くと思うんですけれども、僕はもう結構海に行くと気づいたものは何でも撮ろうとするので、まあ、常にそのまあ宿から出たらもうスイッチが入っているような状態で、そのダイビングに行く途中のなんか車の中で珍しいな気になるものが見つけたら、まあ、それ止まって撮影したりとか、あとダイビングボートに乗った時もその移動中も、まあ、海面を見ていて遠くに鳥が飛んでいたらそういうものを撮ったりとか、あと景色を見ていて気になる景色があったり撮るとか、やっぱりそういうところがちょっと違うところなのかなと思っております。展示作品の中で磯干潟の写真がとても多いのですが、そこに中村さんならではのこだわりっていうのがあるのでしょうか。僕が行く磯は三浦半島の磯で、干潟は東京湾の干潟なんですね。でどちらも車で1時間の距離にある場所で行けるんですけれども、その最初の方に撮影に行ってみた時にまず生物数の多さにすごい驚いたんですね。で磯も干潟もどちらもその生物数は多く、調べてみるとその地球環境にとってとても重要な場所であるっていうことが分かってきて、でそんな大切な海なのに、その海車があれば簡単に行くことができる海で、もちろんダイバーじゃなくても行ける海なので、まあ、そういうところがとても面白いなと思ってテーマにしたところではあります。海を取り巻く環境のことで、報道されることが最近増えてきていると思うんですが、実際中村さんが撮影されていて気づくことっていうことはありますか。そうですね、やっぱりもう本当にここ数年は海に行くたびにゴミが多いなととても感じていて、本当に悲しい気持ちになるんですけれども、まあその僕らも海に行って拾えるゴミは拾ったりっていうのはするんですけれども、なかなかその撮影中だったりカメラがあったりとかで簡単ではなくて、で結局その海に出たゴミ、まあ多くはプラスチックなんですけれども、そのプラスチックがマイクロプラスチックになって、そういうものが生き物の体内に取り込まれて、それでその連鎖でその先に人間が食用として取る生き物にもそういうプラスチック、マイクロプラスチックが取り込まれていて、結局人間がそれを食べるっていうことになるので、その環境がそうやって壊れることは結局人間に戻ってくるっていうことを意識して、逆にその環境を良くすれば人間も快適に過ごせるし、生き物も増えて食料も増えていくっていう、そういう考えに気づいてもらいたいなと思います。今度は展示作品について、はい、お話を伺いたいと思います、はい、まずDM やポスターなどにも使われた、こちらの作品なんですが、はい、どのような状況で撮影されたものなんでしょうか。
はい、こちらはですね、半水面写真といいまして、半分が水中、その上に水上が出ている写真なんですね。これはダイビングが終わってそのボートに上がる前に、まあ、海面にプカプカ浮かんで撮った写真なんですけれども、まあ、結構その海面も波もあるところで、まあ、なかなか簡単には撮れなかったんですけど、何枚か撮っていくうちにこうして水中と海面が映っていて、その奥に雲が映っているっていうところが、まあ、バランスよく撮れて、はい、まあすごいこの写真自体もそのただの半水面ではなくて、そのまずこの写真をメインビジュアルにしようとしたっていうところなんですけれども、その海中、この写真があることによって、まあ、海の写真展だけど海中があるっていう、それで海中があるっていうことは海の生き物がいるって、それで海上もあるから多分海上の生き物もあるだろうと、そういうふうにその展示内容をイメージを膨らませられる写真なんじゃないかなと思って、この写真をメインビジュアルに選びました。その他でもトビイカの写真だったりっていうのも、はい、実際こう私見ながら、はい、とても印象に残っているんですが、はい、あれはどのようなシーンだったんですか？あちらはですね、小笠原諸島に行った時なんですけれども、西之島っていう噴火して拡大した島がありまして、その島に行くクルーズに乗ったんですね。でその帰りにまあ、デッキから外を見ていて、遠くの方でカツオドリがまあ、餌を取って海中にダイブしたりとかしていて、まあ、他に撮るものなかったので、まあ、それを追っかけて写真撮っていたんですよ。それで、まあ、カツオドリがダイブしたところにカメラを向けて写真撮ってたら、そのファインダーの中にトビイカが飛び出してきてっていうエピソードなんですね。だからそれトビイカを撮ろうと思って撮った写真ではなくて、偶然的に撮れた写真で、ただそのトビイカってまあ、1匹とか2匹とか見たことあったんですけど、その写真の中にもう30匹から40匹ぐらい写っていて、もうこれすごい奇跡的なことで、まあ、とても嬉しかったですね。で過去にも過去の有名な写真家の方でこのトビイカの写真撮ってる方もいらっしゃるんですけど、もしかするとプロの写真家でトビイカの写真をこれだけ撮ってるっていうのはもしかするといないかもしれないですね。そういったこう珍しいシーンに加えて、今回海っていうテーマだということもあって、鳥だったり動物たちだったりっていうのも登場してきます。はい、はい、で特にその中で印象的だったり気になっている見てほしい一枚っていうのはどれになりますか？そうですね、まあ、一番今回の展示で一番大きい生き物がクジラなんですね。でそのクジラはクジラの写真はバブルネットフィーディングっていう餌を取る行動をしていて、なのでその海面から出て口を開けている写真なんですけれども、それが口が開いてて波しぶきが立っててすごいダイナミックなんですけど、まあ、もちろんその写真その部分も見てもらいたいんですけれども、僕が一番見てもらいたいのは手前にもう一匹のクジラがいて、そのクジラの目がこちらを見ているところなんですね。ダイナミックな写真なので多分そこには気づかない方も多いと思うんですけれども、そういう細かいところにも面白さがあるので気づいていただけたら嬉しいです。写真家として自分の作品を展示することだったり、大きくプリントして見せることの意味はどこにあるというふうに考えていらっしゃいますか？写真を撮り巻く環境って今の時代だと、まあ、誰でもスマートフォンで簡単に写真を見ることができるっていうところがあって、それがとても便利なんですけれども、その写真一枚一枚に向き合う時間がとても短い上に、その見るそのデバイスによって色だったりとか変わってきてしまうわけですね。でそれに対して展示プリントっていうのはその作者が見せたい色を展示しておりまして、で展示サイズも大きいのでじっくりとその写真と向き合うことができるっていう、そういうところが展示においてとても大事なことで、そのまあ一枚一枚写真を見ながらその写真展を見てみると、とてもいろんなことを感じられるので、
もう写真展、展示をして写真展をするっていうことはもう非常に大事なことだと思ってます。プリント自体も銀写真プリントで、はい、とても綺麗に仕上がってると思うんですが、はい、プリントに対してこだわったりはされてましたか？そうですね、海って青の色があるので、その海の青を出すのがとても難しかったと思うんですけれども、でも今回この銀写真プリントでとても綺麗に出してくれて、もうとても満足しています。今回の写真展はどのような人たちに見てほしいと思ってらっしゃいますか？はい、今回は海の展示ということで、ダイバーの方はたくさん来てくれると思うんですね。ダイバーの方にはもちろん来ていただきたいんですけれども、それ以外の方々にたくさん来ていただいて、小さいお子さんからお年寄りの方まで、自分の持った海っていうイメージをこの写真展で来て、裏切られるような感じになって、写真を見て面白い、すごいな、海って面白いなっていうふうに感じて帰っていただければ幸いです。今回の東京展、大阪展では前日在料予定をしておりますので、見かけたらぜひ声をかけてください。